高岡目線。地震発生から1週間、はい、少しずつ状況も明らかになってきていますけれども、ちょっとこちらに能登半島の地図をご用意をしましたけれども、能登半島というのは本当に狭いようで大変南北に広くて、テレビご覧の皆さんもお気づきになったと思います。ここ今雪降ってないです、ここはもう10センチを超える積雪です。さらに積もるという予報が出ております。でそこで、全体としては今3万人の方が、ご自宅を離れて避難をされているということになっているわけですが、毎日毎日それこそ洪水のような報道がですね、いろんなメディアを通じて、お正月から皆さんのご家庭に届いていると思いますが、やっぱりその情報の隙間で、こぼれ落ちてしまう真実というところがあります。ここに挙げましたように自衛隊、消防、海上保安庁、警察、それぞれが今何をやっているかということを個別に発信をしているところを通じて、なかなか全国ネットのテレビやあるいは新聞で流れないことを今からご説明をしたいというふうに思います。能登半島、一部の政治家からやれ遅いだの、人数が足りないだのという話が出てますが、国としてはやっぱり一番悩ましい地域で起きた災害です。ほとんどが山です。そして、一方通行の半島になっていて、しかも行く方法は道路しかなくて、そして孤立している集落への道路というのは、ほとんど軽乗用車が1台通れるか通れないかというところがまず立ちはだかっているということでありまして、通常はですね、まずこの自衛隊、消防、海上保安庁、警察の皆さんは人命救助を1週間ぐらい頑張ってやります。ところが今彼らがやっていることは人命救助だけではなくて全てが並列です。つまり食料品を届けなければいけません。道路を直さなければいけません。これも人命救助に全力を注ぐ部隊ですけれども、ちゃんと手を出さないと無理であるということに今なっているということであります。さあそこで、まずその人命救助の部隊がどういうところが行っているのかということをご紹介します。はい、こちらです。実はこれ私は遅いとは決して思いません。関西の大震災、神戸の大震災、それから東北の震災を経てですね、これ1月1日のうちにほとんどの部隊が用意が終わって、2日にはもう先着隊がついてます。全国18の都府県から569の消防隊、2105人、この人たちは人命救助部隊のみですという人たちが言っておりまして、この主力はですね、実は石川県というのは関西になります。で関西の2府4県の消防隊はほとんどが、最初の段階から人命救助に向かってます。いろんなテレビの映像をご覧になってて、大阪、兵庫、京都とここに名前が書いてあるのに気づかれた方いらっしゃると思うんですが、ちょっとこの映像を見ていただきたいんです。どうぞ。これ輪島市でビルが倒壊をしていて、中に、高齢の女性がいらっしゃるのを救助している場面ですが、さあテレビ局の皆さん注目をしてもらいたいのはヘルメットの色です。今画面の中で濃紺のヘルメットをかぶっている方が出てたと思いますが、この方たちがこれです。特別高度救助隊という名前の部隊でありまして、東京の場合はハイパーレスキューという名前で呼ばれますので、聞き覚えのいらっしゃる方いると思いますが、これ大阪の全消防のトップ100人強ぐらいしかいないと。特殊な機材も持ってますし経験も豊富です。こういう人たちが最初から現場に投入をされています。で、さらにですね、今回の特徴なんですが、私は最初に今物も運ばなきゃいけないと、それから物資の支援もしなきゃいけないということもお話をいたしましたが、人命救助が仕事なので最初の 4,5 日で大体この人たちが帰るんですが、今回はですね、関西の部隊も軒並み二次隊が行ってます。ということはやはりまだ100人を超えると言われている方々が瓦礫の下敷きになっているということがあります。この国は海外の例がいかであろうがですね、瓦礫の下に人間を置いてはいけないというのが全ての人命救助に関わる人の誰が命令する意味でもなくて常識であります。さあそして今回はですね、私は初めて内閣総理大臣からこういう部隊の名前が出たというふうに思います。ジェニファーとジャッキーとロジャーも頑張ってます。こちらです。犬です。で今までも災害救助犬というのは大変役割は大きいですよと言われたんですが、今回は岸田総理の口からもですね、もっと増強して出さないとダメだという話がありまして、現状ほとんどの犬は一旦それぞれの自衛隊の基地あるいはレスキューのボランティアの基地に帰ってますが、一時30頭の犬が活躍をいたしました。でその中で今申し上げたジェニファーは航空自衛隊の浜松から派遣をされた犬で、
なんと3歳なんですが国際救助犬の免許を持ってます。で、現実にお一人の方を発見して救出をしてます。で、こういった犬たちがですね、全国から集まって人を救ってくれているということもお伝えをしておかねばなりません。そして先週末からですね、自衛隊も毎日メディアでいろいろ人助けをしているということを見ていただいたと思いますが、北海道から行ってます、東京から行ってます、広島から行ってます、佐賀から行ってます、先週末に出発してます。それは全部お風呂の舞台です。で、これまでは近畿の舞台を中心に人命救助物質の輸送をやってますが、はい、広島からこれ海大地駐屯地といいまして広島市の東側の駐屯地ですが、とにかくお水がない、お風呂に入れない、寒いということになりますと、これもう健康に関わってくるということですので、お風呂だけを運ぶというのも自衛隊の大変重要な仕事になっております。さあ、そしてその自衛隊は今いろんな孤立集落にどういう手段で入っているんでしょうか。はい、生の映像をご覧いただきます。自衛隊から公開された映像です。こういうのを見ていただきたいんです。結局これが地震の本質であって、彼が何をやっているか、孤立集落へ生活物資を歩いて運んでるんです。これを見てですね、もう車でちょっと人助けに行こうかなという気持ちはやめていただきたいというふうに実は思います。訓練を受けた人たちですらですね、これだけの苦難をして、大変な集落のところに到達をしているというのが今の現実です。もう徒歩で行けるのは自衛隊しかないでしょうということですが、同時に自衛隊は今回大変珍しいことをやってます。というのは、能登半島の自治体は皆さん小規模なんですね。もう自分たちの住民の皆さんの避難を見るだけで精一杯なので、初めて、自衛隊は聞き取り専門の部隊400人を作って、たくさんこの避難されている方々から何がいりますかという話を聞いてます。で、何がいりますかというのは、実はですね、それぞれの地域で暮らしが違うんですね。みんなそれぞれの地域の暮らしの事情があるんですね。だからそういったことを当然全国から応援に来た自衛隊は知らないので、自衛隊にしては大変珍しいんですけれども、まずニーズを聞きましょうと。これ自治体と政府がやることですが、自衛隊がやっております。で、一番の問題になっている燃料です。ご覧いただいているように雪も降ってきました。車にいります、発電機にいります、それから携帯電話の中継施設にもいるんですね。ありとあらゆる燃料がいるわけですが、じゃあタンクローリーを行かせろよと、簡単に行かないんです。タンクローリーは最大の敵は実は道路の段差になります。で、道路の段差というのはですね、タンクローリーの形を見ていただければ分かるんですが、タンクローリーっていうのはこれですね、当然積み荷は液体なんです。で、液体になっている以上ですね、中のガソリンあるいは軽油はカーブを曲がれば重心が動くんです。したがって普通のトラックを運転するのとは違って極めて運転が難しい。しかも道路の段差があって横転などしようものなら大火災が発生します。ですから、タンクローリーがなかなか行けない。ちなみに孤立集落にはですね、石油製造会社の方々はポリタンクで最後を今手で運んでいると。これぜひ申し上げておかなきゃいけないんですが、警察がやってる大事なことがあります。残念ながらこういう災害の時には必ずこういうものが出てきますが、この火事場泥棒に対してもですね、これぜひ現地のお知り合いの方がいらっしゃったら安心するために伝えてあげてください。警察庁は中部あるいは近畿の管区警察局からですね、自動車警ら隊、これパトカーのパトロールです、それから機動捜査隊、犯罪者を見つけた場合に今捕まえられなくても必ず証拠を集めて逮捕するという部隊が現実にいます。火事場泥棒で言っときますが、災害の場で何やっても捕まらないと思ったら大間違いです。何年か後に必ず手錠がかかります。そして、今も続いている、今この自衛隊、警察、消防、皆さんの最大のミッション、目的になっているのはですね、これ明日もお伝えすることになると思います。とにかく孤立集落からもうそこに居続けることが今生命の危険になってますので、ありとあらゆる手段を使って救出作戦をやっております。詳しくは明日以降またお伝えをしたい。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。